おかわりラーメン丼。子供から大人までみんな大好きラーメン。今週のラーメン堂は特別編、お子様ラーメン特集。最初にやってきたのは花鳥風月山形北町店。酒田市に本店を構える人気店ですが、鶴岡店と山形市内の2店舗でいただけるお子様ラーメンが。お待たせいたしました、お子様ワンタン麺をお持ちしました。来たねー、これお子様ワンタン麺だね。これが小学生以下が注文できるお子様ワンタン麺。トッピングはワンタンや炙りチャーシューなど盛りだくさんです。大人の親御さんと同じ味を味わっていただきたいということで、量を減らしただけで全く同じものを使用させていただいております。はい、まあグッド、染みますね。ありがとうございます。やっぱりも変わらずです。この大きさでも煮干しの旨味と醤油のね、こうキレの良さもあって。酒田ラーメンを掲げる花鳥風月は、魚介だしの中に鯛の焼き干しを加えて旨味と風味をプラス。そして庄内産の小麦雪力を使った自家製麺はもちもちプリプリで、子供でも食べやすい食感です。うん、大人の方々食べるのと同じですか、レベルが高いと言いましょうか。完璧にやっぱまとまった一杯ですね。ありがとうございます、うん、さらに酒田ラーメンの顔ともいえるワンタンは、これは子供でも分かるよ、美味しさが。トロトロで美味しいっていう声はよくいただいております。あら、子供にももう届いてるんですね。はい。そのうまさが。去年、ご当地ラーメン総選挙で日本一に輝いた酒田のラーメン。お子様に出す上でちょっとやっぱこだわってる点ってあるんですか？親御さんと同じものを食べていただいて、うん、酒田ラーメンに触れていただいて、食育活動の一環になればという形で出させていただいております。すごい、その先を見据えた、ただただお子さんに食べてほしいっていうのもありますけれども、もっと先というか、はい、さすが山形ラーメン県ですよ。英才教育ですね、まさに。そうですね、ベロが育つ育つ。もう僕みたいな体だともう3口ぐらいで食べちゃいそうですだから改めてこうラーメンの大事さ、はい、学べました。逆にああ大事に食べなきゃって。セットのジュースは好きな味がおかわり自由のフリードリンクですよ。ああ美味しい、なんか思い出しますね、いろいろなんかうん、ラーメン食べながらこのオレンジ系の飲み物を飲むのは久しぶりですからねこういう時期もありました、私にも、うん、続いては山形市南原町の白菜ラーメン蓬莱。オープンから12年のお店でいただけるお子様ラーメンが。はい、お待たせしました。来ました、お子様ラーメンです。うわー、嬉しょ、小学生以下が注文できるお子様ラーメンは、なんとラーメンにご飯、ふりかけ、ジュースがセット。育ち盛りには最高なセットですよ、これ。このボリューム、このセットでおいくらなんですか？はい、250円です。あこれは参った、とんでもないことしてるじゃないですか。じゃあラーメンですね、これ具沢山でコーンもインゲンもいろいろ入ってますよ。あらお優しい、まろやかで甘みがこうグッと、お野菜の甘みなのかな、すっごい感じます。これ私は鶏ガラとあと野菜ですね、野菜は玉ねぎと人参とあと白菜です。白菜、はい、なるほど、これでこの甘みが、はい、いいですね。お野菜苦手な子も食べれるかな、これだったら。
じゃあ次麺の方さすがいただきます、はい、うん、まあぐっと麺がこの野菜の甘みをこうさらにこう口の中に広げてくれますね。そんでもってこのご飯もこうワンパン、ワンパクですよこれもう本当に。やっぱり子供育ち盛りなのでやっぱりいっぱい食べて大きくなってほしいなと思ってご飯もふりかけもつけました。最高っすね。ありがとうございます。うん、でこの盛り盛りですわ。こんな元気盛り盛り、これで喜ばない子供いないですよ。ありがとうございます。これは最高。お店の創業から250円で提供するお子様ラーメン、ご主人の優しさが詰まっていました。家族でやっぱりいらっしゃるお客様とかも多々あるので、やっぱり今物価も上がってて、みんな、ね、家計が大変だと思いまして、やっぱこの値段は最初からずっと崩してないです。いやすごい努力ですよこれ。今後もそうですね。うわ嬉しいの予定です。予定ですよ皆さん、何があるか分かんない。とんでも世界がとんでもないことになったらね。そうですね、それはねちょっと考えますけども、はい、みんな大好きラーメン、お気に入りのお店でお腹いっぱい食べませんか。